長い芸能生活で体を壊したりとか母の介護の体験から健康の大切さを痛感して受験を決めました。でこのテキストを一生懸命読み込んでいくうちに無事に合格したんですけれども、今では健康マスター名誉リーダーの拝命しまして、さまざまな活動に協力しています。日本健康マスター検定は健康リテラシーを学び習熟度を測る検定です。皆さんも健康リテラシーを高めるために健健にぜひチャレンジしてみてください。